はい、おはようございます。本日は、後期第2節越谷 FC とのゲームです。どうも。暑いですね。まだ夏、暑さに負けずに頑張ろう。久々の策です。バレちゃうバレちゃダメなのはい、頑張りましょう。今日ベンチ入れなかった。スタッフなんだけど、あいつはスタッフでベンチ入ってるのに試合中トレーニングするからダメだっつって。だからあいつは動画撮らせろっつって。マジで言われてた。マジで言われてた。あいつそういうとこ分かってねえんだよっつって。分かってんの？やりたくねえんかい。いや結構外してたわ。スキーさん外してた。見たよ。いいね。強気で勝ち点3取りいきましょう。よし。ザッ！ゴー！ザッ！ゴー！バイバイ。バイバイ。
前半終わって、1対2ということで幸先よく先制したんですが、相手がボールへのプレスを強めてきてなかなか自分たちのペースに持っていけなくなったところで自らハマりに行くっていうね、最悪な失点パターンですけど、まあ後半ちょっと切り替えてなんとか1点してほしいと思います。
ゴール前であのセンターバックと俺を戦わせるから、蹴るにも多分いっぱい種類があるから。